何個食べるんですか。とりあえず7杯分ぐらいですね。骨が浸るぐらいって教わったんですね。危なかったですね。自分函館北斗市です。寂しいは寂しいですけど、まあやるしかないですねそうですね、泊まりの人は大体みんなで食べますね、はい、どんな雰囲気で。みんなで喋りながら仕事の話したりとかで。24時間働きますから。この食事の時間って大切にしたいなと思いますね。取ってつけたよ。いや、もっともなこと言ってる。いや、大好き。